キックオフです。逃げます。まずは前線に送ろうというところ。預ける。強いですね。体を寄せている。チェック。今度は左からチェック。早く折り返したいですよね。シュート。やっとゴールになりません。ここにオスキルリ。右へチェック。前線へ。いいですよね。いい動きを見せてますよ。ポストの左です。いやー、それにしても北澤さん、はい、今相当長い距離を走ってきたんですよね。そうですね、積極的に行きましたよね。縦に出してチェックが入りました。ここからアッツィーニ、中にスッと入ってきますね。チェックに行く。コーナーキックになります。ここは大事にいってほしいですよね。際どいコース。危なかったですね。やはり最初のボールコントロールでほとんど決まっちゃいますからね。イタリア絶好のチャンスでした。右へ出す。追っていく。後ろへ流して。前半15分が経ちました。中に誰か来てますよ。バッと通った。ここで奪い合う。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。胸で落として右に出して左へ出す。軽く出してフリシー。ウルキュフ。チェック。大きくいい展開してますね。ボールは渡る。そのまま打つ。これはコーナーキックです。決められない。さあ、選手の動きに注目ですね。もったいない。本当に絶好機でしたね。素晴らしいコンビネーションを見せたのはイタリア。そこからマティーニ。競り合った。ファールを取られました。ファールを取ってしまいましたね。さあ、この位置からのフリーキックとなっています。上げてきた。いいディフェンスを見せます。先制点のチャンス。中にスッと入ってきますね。前線右へ出した。中に誰か来てますよ。ゴール前を固める。かろうじてクリアしました。頭でつないで先制のチャンスだ。流し込んだ。ディフェンス守った。さあ、今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。いやー、しかしいい戦いしてますよ。そうですね。ヘッド。ジャストミートしません。いやー、惜しい場面でした。チャンスでしたよね。もったいない感じですね。右にチェック。前へボールが出てサイドチェンジです。叩きます。いいプレッシャーだ。
中にスッと入ってきますね。ちょっと当てる選手が少ない。ゴール！ゴールの判定、オフサイドです。いや、惜しかったですね。さあ、一旦仕切り直してフリーキックに変わります。いいですね。もう先読みしましたよ。良い守りです。前半40分が過ぎました。アプローチ。ここはディフェンスされました。ここは大きく蹴りました。行くか、ゴール前を固める。ヘッド、ヘッド決まった。いや、やりましたね。さあ、フランス先に点を許していますが、北澤さんいかがですか。そうですね、フランスでしたらちょっとの展開になったということでしょうかね。また奪った。これはファールを取られましたか。フリーキックです。よく守っている。ここで長い笛、前半終了です。後半キックオフです。フランス後半はどういうことに気をつけて戦っていくのでしょうか。そうですね、前半はだいぶ引いていたところのボール回しを非常に戦ったので、ただあのまま引いていると逆にどこかでやられることになると思うんですよね。その辺は注意した方がいいと思いますからね。ヘッドから、回してベンゼマ、攻めを見せています。チェック、中央を走り込んでいる。そこからモントリーボ、一人いい動きを見せてますよ。おっと、彼にボールが当たった。まあちょっと遠かったですけどね、悪い選択ではないですよ。前線チェックが入りました。左、そしてナスリ、追いかける。アプローチ、北澤さん、イタリア得点してからはいかがでしょう。そうですね、大きな得点を入れたわけですからね、さらにもう1点という気持ちが動きに見られますよね。1枚抜けばというところでしょうかね。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。中盤でしっかり展開しますね。中央からいった。ここは阻まれました。チェックに合います。ここで流れをつかみたい。スペースがあれば上がってくるという形ですね。真ん中いい上がり方してますね。フランス、さあここまで押し上げてきました。左へ出した、正義に行く、中にスッと入ってきますね。ここ止められましたけどね、これでいいと思いますよ。はい、いい形でしたが、ここはキーパーキャッチします。ディフェンダーとしてプレーします。左へ出した、いい力の展開ですね。ゴール前だ、シュート、ロリス、これを防ぎました。ネクセス、ちょっときついですよね。
方へ左、あと少しで後半30分中盤でしっかり展開しますね。クロスは真ん中へ入ってきましたがここでは合わせられません。チェック、そのままシュート、いいですよね。戻してスペースをうまく使うですね。チェック、マルダー左足だ、パンチング、これはコーナーキックです。サウナここで交代させます。出ていく選手ですけど見ていて高分ボールも落ちてましたから、それは交代だと思いますよ。初めてのコーナーからのセットプレー、ここで選手の交代があります。短く出してきた、右に投げてきてます。赤い守りだ、ボレーだ、あーっと、さあ北澤さん、少しどうなんでしょう、どうするかなというような場所ではありませんか。そうですね、見てる感じではね、もっと押し上げたい気もしましたけどね。中に誰か来てますよ。追加点のチャンス、さあ3点差についた試合となってしまいましたが、いかがでしょうか。そうですね、試合運びと気持ちの両方で差がついてしまいましたね。チェックが入りました。フランス苦しい状況です。イタリア現在3点差をつけています。この辺から少しずつ中盤の勝負で押されてきているように見えるんですが、はい、よくパスコースを見切って動いた方がいいでしょうね。小さく回します。右からチャンスを作った、追加点のチャンスだ。